本日の動画はメンテナンスです。1号機 3XP と2号機 37F の間でタイヤを交換する作業をしています。装着しているタイヤを相互に履き替えるですね。 3XP には IRC の TR011 ツーリストを履いてます。 37F には IRC の TR8 を履いてます。一方でですね、この両車なんですけれども使い方はもう完全に逆になってまして、本来まあタイヤ履いてるタイヤとですね、 3XP はどちらかというとフラットリンドなんですよ。で 37F はハードリンドなんです。ですから逆にした方がいいんですよね。で、今負傷してまして、負傷明け最初のプロップマンオンツーリング、まあ本当のリハビリツーリングですね。前回のリハビリツーリングちょっとハードすぎましたから、オンのツーリングに行きます。で、37F 壊れちゃってるんですよ。 3XP で行くしかないんですね。で、3XP にその TR8 を履けば、ちょうどいいなと。つまりオンのツーリングにツーリストもったいなさすぎるということなんです。で、さらにですね、37F のリアは今ビードストッパー一つだけなんですけれども、これをですね2個にしたいと。ですのでリムに穴を開けるという作業もしております。それでは本編どうぞ。今日はタイヤの交換をしたいと思います。ですね、これ37F です。2号機ですね。今これ、TR8 だったかな。行動走行可能なエンデューロタイヤを履いてるんです。これね、意外と減らなくていいタイヤだなと思うんですよ。ただですね、やっぱりこっちの方がいいタイヤなんですよね。1号機 3XP についているツーリスト IRC なので、タイヤ交換します。なぜかというと、ですね、この 3XP で、今度オンロードのツーリングに行くらしいんですね。行くんです。オンロードのツーリングがあるそうなので、この 3XP を出動させたいんです。だけどオンロードなんでツーリストもったいないじゃないですか。で、もったいないので、ホイール交換、ホイールじゃなかった、タイヤを交換してホイールから脱がせてですね。で、せっかくホイール外すので、リンク周りですね、リンク周りのあたりを、ちょっとですね、グリスアップしてみようかななんてふと思いまして、でそういった作業をしてみたいと思います。ではでは、まずはこの2号機 37F の、後輪を外します。アクセルシャフトが全然抜けなかったんですよね。叩いちゃった。でもね、なんか曲がってる感じないんですよ。歪んでそうな感じはないんだよな。何なんだろう。いやメアリンとかけね、これちょっと不気味なのが、これビードストッパーがこんなに風挟みちゃった。って感じ。曲がったのビードストッパー。でもエアバルブは大丈夫。これどういうことなんだろうね。とりあえずまず外しましょうタイヤを。またやっちゃいましたね。えらい苦労したよ。なんでかっていうと虫回さなかったから。虫を回さないんで空気がちょっと入ったままだったんですよ。虫回しはあるんだから虫回せよ。もっと楽に外れたのに。何やってんのかな。毎回これやるんだよな。バカみたい。リムバンド。リムバンド。切れかかったりはしてないですね。
もかなり硬化してきちゃってる感はあるかもしれないね。うん。で、ここにね、ここにね、もう一個、ビードストッパーの穴開けたいですね。で、ビードストッパー2個仕様にしたいですね、こっちにあるから。ビードストッパー、こっちと、このバルブのすぐ近く。それが良さそうですね。やってみようかな、ちょっと。では、ここですね、ここに。はい、2個目のビードストッパーの穴を開けます。やりましょう。皆さんはリムバンドをこのビードストッパーに対してどうつけます？ビードストッパー、多くの人がこうビードストッパーの上にかわすんですけど、私このビードストッパーとこのリムの間に挟み込みたいんで穴開けたい派なんですよ。なぜかというと、昔かわしてたらですね、リムバンドがずれてっちゃったことがありまして、危うくこのスポークの先っぽでパンクしそうになったんですよね。なので今リムバンドを一回つけたんですけど、リムバンド交換することにしたんです。ちょっと硬くなってるんで、これだから交換することにしたんですけども、一旦つけてみてですね。で、内側に印つけました。このようにして、マジックで。で、ここポンチ穴入れます。私はこうやってるんですよね。でも、かわしてる人の方が圧倒的に多いんだよな。うまくいったようですね。穴の位置合ってますね。反対側も合ってますね。はい、これでビードストッパー入るでしょう、2つとも。1号機もリアホイール外しました。 3XP ですね。はい、じゃあこれからこのツーリストホイールから外します。 3XP の方も外れました。こいつはね、もともとここに、はい、グロメットが入ってるんだけども、穴もちゃんとリードストッパーの穴も、はい、2箇所あって加工の必要がないんですよね。だからビードストッパー2個つけられるんだけど、今度オンのツーリングだからビードストッパーはこっちは1個でいきます。はい。で、これですね。はい、リムバンド、まだ十分ゴムの柔らかさをちゃんと保ってるので、これはこのまま使えますね。いけます。これはこのまま使えます。はい、では、タイヤを組みましょう。 3XP の方ですね。 PR8 組み上がりました。大丈夫ですね、うまくいきました。ちょっと苦労しましたけど組めました。これから空気入れます。あ、そういえば 3XP のタイヤの空気って漏れてないのかな。大丈夫ですね、はい、パンク修理による二次災害はなかったようです。じゃあこっちだ。はい、37F のツーリストですね。で、両サイドともビード出ました。で、ダブルあれですね、ビードストッパー化も成功しました。これで空気漏れてこないがうまくいったということですね。あとは組み付けましょう。で、 3XP 装着できました。はい、次は 37F ですね。あ、LA 大変だ。37F の方もなんとかつきました。ツーリストだけれども、もうなんかあんまり余裕があるわけじゃないですね。はい、さすがにツーリスト、よかった、なんとか完走できましたね。大変だった、割りピンだったんですけども、ベータピンに変えちゃいました。はい、ワイヤリングしてこれで完成ですね。まとめます。まあ失敗はしてないんですけれども、まあまあでしたかね。タイヤ外すときにいつも忘れるんですよね。虫を外せば簡単にビード落ちるんですけど、なんかいつもこれ外さないんですよね。何やってんだろうな。ね、しかも 37F 強化チューブなんで、チューブ分厚いですから、もう大変でした。
で、あの中古タイヤなんですけれども、あの外すときはまあいいですね。でやっぱりですね、いつも感じるんですけれども、あの履かせるときで、なんて言うんでしょうか、ホイールに若干癖あるんですかね。違うホイールに履かせるとなんかさらにちょっと手こずりますよね。あのパンク修理何回もやってるんですけど、やらされてるんですけど、パンク修理の時って意外とスパッと入るんですよ。つまりそのまま履いてたリムに入れるっていうのは割かし素直なんですよね。でも違うタイヤに入れる時ってね、やっぱり手こずるんですよね。リム幅とか、まあ、インチとか直径とかね、同じなのに不思議ですね。なんでじゃろ。で、ビードストッパーなんですけれども、あの、まあ、ご覧の通り2個にしたらですね、これも、あの、手こずりました。ちょっと。はい。なかなかビードストッパー入んなくて、あの、慣れないといけないですね。パンクした時大変になっちゃう。で、リムバンドも、あの、交換しましたね。はい。37F の方。3XP の方はまだそのまま流用しました。ゴムだったんで。37F は、なんか半分プラみたいになってました。で、あの、私、あの、リムバンド、あの、穴開け派なんですよ。つまり、その、ビードストッパーのボルトを、通したいんですね。リムバンド。ですので、必ず、あの、こう、ポンチで穴を開けるようにしてるんですけれども、37F の方のリムバンドは酸欠になりました。さてさて、37F はツーリストになりましたから、そしてさらにダブルビードストッパーにもなってますので、結構思い切って空気抜けますよね。早く、いろんなところを修理して、で、走れるようにして、またハードリンドーに行きたいですね。ありがとうございました。